はい、お疲れ様です。山影です。本日はですね、はい、8月13日日曜日23時20分です。はい、お疲れ様です。山影です。日曜日の夜ですけども、いかがお過ごしでしょうか。昨日ですね、の動画でも言ったんですけども、今日8月13日日曜日ですね、七海月ライブパレード2023愛知2日目に、行ってきました。一応ね、今から感想を話しますんで、セットリストのネタバレとかね、演出のネタバレとかね、嫌な方はですね、動画止めていただいて、ブラウザーバックでお願いします。はい、ということでですね、まずは、今日一日流れなんですけど、今日はまあ普通に朝起きてご飯食べて、で、昼過ぎ、昼ぐらいに、名古屋駅に着くように行って、その12時5分から昨日の MC で、ナナさんがおっしゃった、あの街頭のビジョンに、ナナさんのライブ映像が流れるっていうのが12時5分からで、今日までだったんですよ。その、ウィークでなんか特集で、今日までの特集だったんで、今日が見れるの最後なんで、それをまず12時5分から20分間ぐらいですかね、大体。それをまず見て、一応ね、動画も撮ったんで、多分街頭のビジョンを撮っただけなので、多分 YouTube に上げても大丈夫だと思うんですけど、それは多分明日か明後日ぐらいには上げます。はい。で、その映像見終わったら、そのまますぐ、笠寺の方に行きまして、で、ライブ前にいろいろこう、銀テープをね、欲しいって、熊本とか、ヒーローズの時の銀テープ欲しいっていうね、いう方が、結構いらっしゃったので、それの取引したりとか、あと物販とかですね、CD 物販とかでこうポスターをね、もうここで買っとかないと次石川とか東京だと持って帰るのが大変なんで、もう今日買おうと思って、ポスターとかブロマイドとか、あとピンズですね、そうですね、この熊本愛知はもともと行く予定ではなかったのでピンズを買ってなくて、で熊本はピンズが売り切れてたんですけど、フォロワーさんもご好意でピンズを譲っていただけることになりまして、熊本のピンズちょっと、はい、熊本のピンズ譲っていただきました。ありがとうございます。あと愛知、昨日の1日目のピンズですね、1日目のピンズと、今日の2日目のピンズ、はい、で石川と東京はね、もともと買って事前物販で買ってたので、これで、今回のパレードの行く公演すべてのね、ピンズが揃いまして、よかったなと思います。じゃあ、ここからですね、セットリストを見直しながら、ライブ振り返っていきたいと思います。じゃあセットリストをね、ここら辺にまた出しますんで、こちらを見ながら振り返っていきましょう。はい、今日もテンション高いです。なぜかと言いますとですね、多分今日のセトリがライブパレードの中で、でもまだね、9、10、11、12と残してるんですけど、一番好きなセトリでした。もう好きな曲が全て揃ったって感じの、その変更曲の中ではですよ、変更曲の中ではもう自分的にこれが揃ったらもう一番だなっていう揃い方したので、もう今日がもう最高でしたね。はい、セットリスト見ながらなんですけど、1曲のレッドブレイズ、レッドブレイズは違うな、あれ智弁和歌山だ、レッドブリーズですかね、なんかもう英語、本当英語苦手なんで、ちょっと読み方とか間違ってるかもしれないですけど、すいません。でもね、ブリングイットンがね、本当好きなんですよ。もうね、ベスト3には入ってこないですけど、ベスト5には絶対入ってくる曲なんで、水木奈々曲史上ね、自分の中でのランキングつけるとすれば、ベスト3には入ってこないですけど、ベスト5には絶対入ってくる曲なんですよ。めっちゃ好きで、もうユニオンでね、初めて聴いてからめっちゃ好きなんですけど、ここ固定曲で、もう今回のツアーもめっちゃいいなと思ってるんですよ。で、
でですよ、今日これ3曲目、ロックライドライオットでいいのかな、読み方ちょっと自信ないですけどね、もうこれがね、こうライブゲートでね、初めて聞いて、で、あのタオル曲、結構いろんなタオル曲あるんですけど、僕この曲がタオル曲だから一番好きなんですよ。まあ、結構比較的新しめの曲なんですけど、なんかもう思いっきり回せるんで、これが一番好きで、もう前奏でもし、でもでここでタオル来るなんて思ってないんで、もうタオルの準備はさすがしてなくて、もう3曲目の前奏がパッと始まった瞬間に、もうカバンの中にバッてもう手が入ってタオルみたいなぐらい即反応できたんで、ねえ、やっぱりまだまだこの曲、タオル曲っていう浸透が多分まだゲートでしかやってないんで浸透してないみたいで、多分今日もね、こうナナさんタオル振ってたんですけど、周り見るとまちまちっていう感じでしたね。なんかまあいきなり始まったっていうのもあるんですけど、まあでもこの曲めっちゃ好きなんですよ。いやー、ほんと嬉しいなって感じでしたね。なかなかタオル曲だと選ばれにくいかなと思ってた曲だったんで、まさかここで来てくれると思ってなくて、めっちゃ嬉しかったです。でからのスティグルでしょう。もうこの 2,3,4 曲の並びがもう僕的にはもう神展開でしたね、本当に。いやー、もうめっちゃ良かったです本当に。まあ、今日のあのアリーナのE だったんで、本当一番後ろで機材席とかの本当に三島プロデューサーの横ぐらいにいたんですけど、ちょっとまあ三島プロデューサーの右斜め後ろぐらいかにいて、結構後ろだったんですけど、もう全然そんな関係ないですね。もう場所は本当関係なくて、めっちゃ楽しかったです。だ今日はその連番組なのが友達だったんで、もうスティグル時踊るからみたいな、もう事前に言っててもう全然それをね、もう全然心よくね、いいよいいよって感じの友達なんで、もうね、踊って飛んでって感じでスティグル で今日も、変更曲のフェイスでしたね。で、8曲目、サイレントバイブル、で、あとはそうですね、企画曲ね、企画曲10曲目のバイオレッタ、これやっぱりそうですよね、なんかこう一周しそうですよね。バイオレッタはあれですよね、あ、福島2日目で来てるんですよね。2日目で来てるんで、やっぱりまあ一周はするんだろうなって感じですよね。まあこれで、ね、多分企画曲は全部回収で、クレッセントチャイルド昨日聴けた、ソングコミュニケーションは大阪で聴いた、カレン模様も大阪で聴いた、あとあれか、ラブブリックか、聴けてないのは、あ、じゃあ石川でか有明で、多分これは聴けそうですよね。でもだそうするとね、なんか3回目かぶりは多分しないんで、そこだけ新しいの入れてくるのか、ちょっとこれは読めないですね。今のところ出てきてるのが5曲なので、5曲ですよね。クレッセントチャイルド、ソングコミュニケーション、可憐模様、ラブブリック、バイオレッタで、そうですよね。その後は繰り返しになるんで、これはだ5曲を繰り返すと10なんで、あと 2曲足らないんですよね。だからこれがどうするのかっていうところですよね。まあ、ちょっとこれは読めないです。わかんないです。楽しみにしておきましょう。有明でわかります、多分。で、そうですね、今日の14曲目はパワーゲート。もうやっぱパワーゲーの方がね、僕はやっぱり声出したいんで、やっぱ、スターティングナウも好きですけど、パワーゲーの方がやっぱり、なんか声出しっていう感じがね、して。で、今日はね、ここですよね、アストロゲーションの後に、今日はバージンコード。が来て、で、昨日言ってたじゃないですか、ガイア待ちだって。いや、ガイア来ました、ガイア、残光のガイア。いや、もう残光のガイアもめっちゃ声出し曲なんで、もうめっちゃ来てほしかったんですよ。だから、バージンコード、今日もバージンコードかと思いながらも、いや、残光のガイア来てくれてめっちゃ嬉しかったっすね。だここね、なんかプリロゼとかスカナイとかアバロンとかいろいろ変わるんですけど、今日は
ガイアと、バージンコードとガイアっていうね、この コンビもなかなかっすよね。いやいいんじゃないですか。まあまあ欲を言えばバージンコードとネクストアルカディアはこう揃えてくれるとあのライブフライト感が出るんでってだけでしたけど、いや全然それでももうね、今日ねネクストアルカディア、今日はもうだってもう ネクストアルカディア行く前になんかもうあのなんかいつも MC で理想郷とか言うぐらいしか言わないんですけど、今日もアルカディアって言ってしまってましたね、ナナさん。いやでもうここからですよ、ここからで。でやっぱり3曲目にやっぱタオル曲が来たんで、僕今日はじゃあタオル曲って大体1曲しかないんで多分2回目は来ないんだろうなと思ってたら、やっぱりアンコールは昨日なかったサマーパイレーツが復活して、その後に新曲シュガードーナッツでディスコティック、とそういう終わり方でしたね今日。それもんでね、今日ねその昨日も言ってましたけど、ライブ公演222公演目なんですよね今日の愛知2日目が。しかも SSA を超えて日本外資ホールが一番ライブをやってる会場になると、更新の日だったんですよ。222公演目にして日本外資が一番ライブをやってる会場になると、まあ、そんな特別な日ですよ。やっぱ昨日言ってた通り、やっぱダブアン来ましたね。あのもう最後こうディスコティック終わって、ナナさんはけてあのステージにメッセージ出て、いや今日厳しいのかなと思ったんですけど、こうねあのみんなのもう一回のコールでなかなかこう明るくならない、アナウンスがない、これは来るんじゃないかって思って来ましたね。ダブルアンコールで、ダブルアンコールはゴーライブと、ね、ゴーライブもあのコロナ禍ね出てきた曲で、こうちゃんとこうね声を出して、歌ったのは今回がね初めてで、やっと完成したってあのナナさんも喜んでましたし、いやーほんとねもうこれがパレードの最高地点じゃないかなって自分でも勝手に思うぐらいの、今日の瀬戸利が一番個人的には好きな曲が揃ったセットリストでしたね。いやまあでもまだ分かんないです。本当に今回のライブツアーは本当にイレギュラーでセットリスト変わってくるんで、まだね石川と有明と4日間残してますけど、まだもう一サプライズぐらいあるかもしれないです。ただ次はアリーナではなくてホールになるので、まあそこら辺もね、どんな感じになるかなっていうのと、あと昨日触れなかったですけど、昨日京都ですね、チェリーボーイズのイタルビッチ師匠が、コロナになってしまって昨日京都お休みだったんですよ。で次の石川までには全開でっていうお話で、まあ、石川で復活されるみたいなので、ねそれも楽しみですし、まあイタルビッチの代わりにナナチョモがね置かれてましたけど、最後胴上げとかねしてなんかすごい盛り上がってましたね。いやーねえ、なんかもういろいろ触れたいんですけどね、やっぱライブ中のこと全部覚えてるわけじゃないんでね、テンション上がりすぎて。ちなみにバイオレッタはチャンプのが、キャプテンでのアレンジで今回初めて聞いたんですけど、いやーねえよかったっすよね。アレンジもまあもちろん原曲もいいんですけど、ああやってねここでしか聞けないっていうアコースティックバージョンもやっぱいいですよね。なんかもうねもういっぱい話しちゃいますよね、感想とかなっちゃうと。で次が石川で、石川がね自分でチケットを自引きする、このパレードで初自引きの公演なので、今までは友達に取ってもらって連番とかね、だったんで、石川が自引き自分で当てて自分のチケットで今行く、このツアー中初のライブになるんですけど、僕昔からナナさんのことに関しては言霊を信じてまして、言ったことがちゃんと起きるっていうのは結構あるんですよ。昔から結構何個かエピソードがあって、なんで今日もツイッターで言ったんですけど、もう自分で
まだ人生で一回も当てたことない、ナナさんに関してはね、ナナさんのライブに関しては一回も当てたことない最善を聞きますで宣言しておきます。これで本当に当たったらすごいですよね。ね、石川最善を引くっていうね、これを今週半ばぐらいには分かるんですかね、多分。その前にですね、台風とね、お盆終わりのお盆と台風がやっぱね、ダブルパンチで来る中、明日明後日と仕事がありますんで、頑張ってね、仕事を終わらせて、で、水曜日が休みで、木金土と仕事やって、石川と、今のところ、石川は日帰りの予定です。日本旅行さんで、金沢日帰りで安く行ける切符があるので、それで行く予定をしているので、もう弾丸でもないですけどね、金沢ぐらいだったら距離的には全然余裕な距離なんですけど、まあ、昼過ぎに着いて、最終で帰ってくるっていう、石川はそういう予定をしております。金沢ね、ホール公演なので、まあ、距離も近いと思いますし、盛り上がるんじゃないかなと思います。はい、まあ、昨日もね話してるんで、今日もね感想はこの辺で終わりたいと思います。まあ、明日もしね仕事なんで、これからお風呂入って、洗濯して、ちょっと余韻にね、浸りたいと思います。はい、ということで、ね、今日は、奈良瑞稀ライブパレード2023の愛知公演2日目の感想でした。またね、コメントをしていただければ必ず返しますし、ね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では今日はこの辺で終わりたいと思います。山影でした。ほな、また。